どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。雨も上がりましてですね、ナイスハレ男。ナイスハレ男ですね。実はね、前回の動画は、茨城が映ってると思うんですけど、JR 茨城。はい。昔懐かしの泉屋さん。はい。を撮ってまいりました。ちょっと左側見てもらったら分かると思うんですけど、これ泉屋さんの土地ですね。はい。今もね、上お住まいの人で。ね、駅前直結でしかもスーパーがあって上で人が住めるという非常にね当時50年前近未来的なね作りをしてた場所なんですけどね、今となって懐かしい場所になるとみんなもうね子供で入ったらもう50歳ぐらいみんななってたりするんでね、はい、になるので僕ら世代としてはもうこれ懐かしいもう愛すべき思い出なんですけども、はい、続きましてですね、今度は腹が減ったとうるさい我がカメラマンのためですね、いつの場で飯をおごると。でご飯をねご馳走するにあたって実は阪急茨城まで戻りたいと思います。はい。でそこは多分茨城市民の人たちだったら一度は聞いたことあるっていう、そしてファンが多いというね中華屋さんをご紹介したいと思います。はい。今回ご紹介するのはガン飯店さんですね。おー、有名ですね。ガンちゃんはもう、僕焼き飯しか食わないんですけど今となっては他の浮気を一切しない焼き飯野郎になってすごく残念なんで、君いっぱい食べてね、はい、つまましてね、ありがとうございます。そちらの方をお伺いしたいと思います。まあ、ガン飯店さんはもう知らないやつがいねえっていうぐらい、茨城では超有名な中華料理屋さん でライバルでマクドナルドの上に、珍味っていう、ね、中華屋さんがあったんですよ。ありましたね。そう、白菜のクリームにすっげえうまかって、でそこはちょっとなんかね誰かが来たとか誰か子供が高校受かったとかそういう時に食べさせてもらうちょっと中華屋さん、町の高級中華屋さん、上等な、じゃあ美味しいんですよ、ランチもうまくて、でもそこがね去年コロナで閉店になってもうって、はい、悲しいよね、君もいっぱい行ったよね、はい、美味しかったのに、なんか何やったっけ春雨のスープとか、はい、麻婆豆腐も美味しかったしね。美味しかったです。なんか何頼んでも美味しかったです。そうそう。うちのお袋と俺はね、あそこの五目あんかけ焼きそばが一番好きだったんですけど、残念なチームは撤退ということでね、はい、なってしまいました。今一人焼肉屋が入りましたよね。そうなんですね。そうなんですよ。はい。でそれになってしもって、で今残ってる英雄といえばまずはおすすめするのはやっぱガンちゃんです。ガン飯店。はい。行ってみたいと思います。ちょうど今茨城市役所後ろに映ってると思うんですけど。はい、茨城市役所も今ね改装が始まってですね、左側、画面前見てもらって、左側が元 UI ホールって言いまして、皆さんが成人式とかにね必ず茨城市に呼ばれた場所、紅白饅頭呼ばれた場所なんです。でそれが取り壊しになって右で今建築が始まっております。はい、こちらにねもうなんかすごい複合体のなんかとんでもない看板になってますけど、なんか遊べたり緑多かったり、何やったっけな、近未来的なね、これ立体的な公園も一緒に作るというね、令和5年の秋竣工予定でございます。はい、で左手は茨城神社ですね。はい、茨城神社、ね、初詣とかいっぱい並んでますね。初詣、総会日さんもこちらでね、皆さんお世話になってるかと思います。で、お仏壇浜屋ね、人生終わる時はこれ使いますよね。はい、このいい流れなんですけど、浜屋さんも実は僕が昭和5年、この頃あります。へー、未だにあるんですよ。看板は綺麗になっちゃったけど、建物はその当時のままなんですね。でこういう作りってね、はい、生命保険会社さんもこんな作り多かったね。日本生命とか三井生命とかも、ね、こうレディーたちが集まる場所、なんていうのあれ、保険レディーか、当時はね保険外交員っていう言い方したんですけど、ああいう建物に集まったんですよね、ヤクルトとかね。でこの右の潰れてるお店は元はね、ファミコン屋さんやったね、ゲーム屋さんだったね。PS3 ぐらいではここで売り返しだったが、やっぱもう今はもうねネットゲーの時代なんで、やっぱりねやっていけないということでございます。でこの辺のね古い建物みんな変わらずですね、もう正面ずっと撮っててもらっていいと思いますけど、はい、メガネの発金度も変わらずですね。で右手に映るおもちゃ通じ性、これもまだやってますよ。で柏木佐伯さんで開いてないような気がするな、ちょっと申し訳ありましたね。左手が、ずっと茨城の商店街となります。はい、はい、これ僕の目の前が阪急茨城駅ですね。で隣のこのお寺さん、ここはね、はい、お相撲さんがねたまにね若い頃から、僕が若い頃からなんで訓練に来ててね、訓練っていうか練習に来てて、へお相撲さんがこれどしどしやってるっていうね、ここから垣間見ることも、へえ、あ、ここから見れるんですか。はい、東本願寺ね、へえ、お相撲さんが優勝ってやってたんですね、懐かしいな。
であとはもうこの辺で有名なのはあのラーメン屋さんで有名な茨城金星さん、はい、あそこ鳥、うん、パイタンとかね皆さん好きなんかな高槻もありますし、うん、金星は有名なラーメン屋さんですね、はい、あと僕が知らないんですけどあの私入籍しますがああいうなんかあパン屋さんですね、うん、パン屋さんのさ食パン生食パンなんかヘンテコリの名前ばっかつけてるやんかこれなんなんあの客寄せ用でああいう名前なんパンの魂が分かんないんですけど私入籍しますってパンでかけてんの確かにいろんなどうなんだろうでもいろんな面白い名前を考えてる人で確かこの、ね、作った人が同じ人なんですよね、うん、私入籍しますでこれはどういうパンなんですか食べたことないんですけど自分パンいっぱい好きで食べてるやんかうん野上のパンとか買ってくれやんかはいちょっとあれ名前恥ずかしくて手が出せないあ手が出せないだろあこれ美味しいパンなんです私入籍しますってそうちょっと恥ずかしくてまあね離婚した人にはなかなか使えるパンですけど逆にあまたさりげなくでは、うん、あまた入籍するんだみたいな、ね、そういうのうまく言えるとはい何やろうねこういう古いものノスタルジックを追っかける、はい、今昭和63年のジミーでこの茨城の街を回ってるんですけども、はい、僕個人としてはその気をてらう、うんうん、おって思わせるっていうそのね、キャッチコピーとかキャッチフレーズに代表されるようなものって、うん、やっぱ振り返ってしまう時代の背景として残るもんやと思うんですよ、うんうん、だからこのくらい街の遊撃手っていうキャッチコピーうまいなと思うんですよ、はい、で私入籍しますって残んないと思います、うん、だ大量消費社会なんですよね、まあ、あのモームスとか AKB になってからもその推しメンを作るけど、うん、全体48人とか覚えれないじゃないですかやっぱり、うん、だから残ってかないんですよねなかなかね、うん、まあ俺がおじいちゃんだからっていうのもあるんですけど例えば私入籍しますやったらねなんか町のパン屋ですのがかっこいいと思うんですよねああかっこいい、うん、ちょっと買いたくなるね死ぬほどつくあの高級に作ってから食えやこらのがまだねああうん、うん、食ってまずいってやったら出ていけぐらいのね、うん、そういう方が面白い試してみようかなと思いますね、うん、言ったなじゃあ行ったろかみたいな、うん、そう、うん、よっしゃーっていうのがね、うん、ある方が僕はなんかおすすめなんですけど、ね、もう間もなくね、はい、目の前ガンハンテンなんですね今日は空いてるって言ってたよな空いてるはずなんですけどほんまか営業中営業の業が餃子の業気づいたそれみんな営業中の業うん、うん、車を置いてですね、はい一路あここ渋滞車が多く入れる、はい、この辺がね駐車場が反対側にしかないですよね、うんうんはい、まあ、じゃあ早速ガンちゃん行きましょうあまだ満車やんまたほらもう定期ぐるっと回らなあかんこれねな何が可愛い？新しい車の、うん、ばっかりの中にジェミニちゃんが可愛い。可愛い。可愛い。売る気ないけど、金額次第で交渉に乗るぞ。ああ、そうやねほんまやなまだ希望があれば取りに行ってもいいけど今日はガンハンテンなんですねいや、美味しいよ本当に看板出てへんねんないつもあの、ねねうん、ポップなやつ置いてんすけど取りやすいように見てるけど雨で飛ぶと思ったんかなじゃあ入りましょうか、うん、みんな焼き飯やんか焼き飯ラーメンセットかいえ単品で焼き飯
めっちゃ頼んでるやん。え？食べれんのそんなに。オス？はい。ここでね、注文するという。ではいただきます。はい。めちゃ美味しそう。うん、あ、食べ。うん。うまっ。こっちだ。ボールの。量多いでしょ。君なら食べれる。どうでしたか、ガンハン店さん。初めて入ったんですけど。あ、初めて。はい。あの、普通の定食のサイズかなと思って注文したら、めっちゃでかくて。でかかったでしょ。量があってびっくりしました。でも全部食い切ったね。はい。いや、大したもんですよ。まあ、焼き飯がね、そんなに濃い味じゃないんですけど、僕の定番の味なんですね、あそこはね。いつも焼き飯頼んじゃうんですけど。確かにいっぱい食べれる味でした、うん、いや、ただ前あれけど意外やったのは、あの LINE で注文してくださいってあったじゃないですか、はい、で僕 LINE やってないから、君がおらんかったら注文できへんやんけって内緒思いましたけどね。あれでも口頭でもいいですよね。いや、口頭でもいいんですけど、はい、あのそれやったらいろいろ宣伝をね送れるとか、うん、あ、なんかあと友達登録しないといけない仕組みになってましたでしょ。だからそれでは、まあまあ、まあ嫌な人は解除してもらったらいいんですけど、はい、でもなんかこう近代化して、そのバイト君とか働く人を減らすという意味ではなくて、やっぱ結束を強めるっていう感じのシステムでしたよね。あ、だから隣のお客さんもさ、困ってて、あれ遅れてないとか言って、そんな話になったもんね。そうですね。だからその辺が結構なんていうの、新しい挑戦をしているガンハン店さんだったっていうオチなんですけど、でも味は昔のままなんでね、量も多いし、ホイコーローもめっちゃうまいし、うん、ね、唐揚げとかもちゃんと揚げてくれるし、はい、美味しかったです、ね、それは良かったですね、バンバンザイですよね、はい、だもしね、スマホが苦手な人とかいらっしゃったら、普通にこう、あ、ごめんなさい、スマホで注文できないんで自分で注文しますって言ったら、あのお兄さん聞いてくれるからその辺はね、あの少し時代が変わったと思ってね、受け入れていただいて、またね、あの茨城へお越しの際は美味しい中華をね食べに来てくださいということで、今回終了といたします。はい、はい、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。